いや、これやっぱやりだしたら止まらんようになるんよね。やればやるほど初見一発目のプレイでスイカができたというあの伝説、あの伝説がね、あの栄光の歴史がね、俺の頭から離れへんのよね。なんやろな、ローアン・アトキンソンって多分こういう気持ちやったんや。ローファン・アトキンソンで会うてたっけ、あのホームアローンの人、ちっちゃい頃に大成功してしまった、多分俺ぐらいじゃないかな、彼の気持ちがわかるのって。日本であまりにも過去に収めてしまった成功がでかすぎるがゆえに、それがずっとついて回るんやな。あ、マクオレカルキンや。え、ローマン・アトキンソンって誰誰、あ、ミスター・ビーン全然ちゃうやん全然ちゃうやん。まあでもまあミスター・ビーンの気持ちも俺わかるけどね。おう、うん、わかるけどね。俺言うてもローアンの気持ちも確かにわかんねん。だから俺別に何にも嘘は言ってない。とりあえずね、3000点行ってみたいなと思うよね。3000行ったか行ってないかで所属リーグが変わる感じするよね。よし、よし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 、はい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 。これい、さくらんぼ いけるかな。いけるかなって思った時は大体いかへんのよ。でもいかへんと、いけるかなと思った時はいけへん。でも今いかへんのよって思ったでしょ。いかへんと思ったからいけんねん。はいはい、もうそういうことやねんな。死刑囚のなんとかみたいなことよ。何やったっけ、数学的なやつ。死刑囚の、あ、そうそう、パラドックス。死刑囚のパラドックス。まあ、死刑囚のパラドックスっつうのは、まあ、ある死刑囚がいて、で、その死刑執行官かなんかが、君は月曜から金曜までのどっかで死刑を執行しますみたいな。で、必ず君が今日死刑が執行されると思っていない日に死刑を執行しますって言われんのよ。うわ、もうめっちゃ嫌やんかーってなって、うわ、もうじゃあもう明日かもしれへん、もう月曜日に殺されるんや、死刑やって思ってたら、月曜日には死刑執行されませんでした。あ、されへんかった。うわ、じゃあ火曜日や、火曜日に死刑執行されるんや、じゃあ死刑執行されませんでした。あれ、結局その日やと思ってるから死刑執行されへんわけですよ。死刑執行されると思っていない日に死刑を執行するという条件が満たされへんから。で、気づくね。あ、え、これって結局毎日死刑執行されるって思ってたら、死刑執行されへんやんってなるん。でもその瞬間、死刑執行されへんやんって思ってしまったから、死刑執行される。これが死刑囚のパラドックス。ざっくり言うとね、細かいことは賢い人は補足してください。それやん、今のサクランボが隙間に入るか入らんかっていうのはそれやったんよな。追加ゲームサクランボのパラドックスが起こってたわけ。わかるね、わかるね。何の努力もせんと3000点超えたいな。何にも勉強もせんと、なんか雰囲気だけで3000点いけへんかな。もうすぐ、今あんまり何も考えんと言ったわ。その結果がこれ。いやー、こりゃダメそうだ。綺麗やな。
これ大丈夫なんや。これダメかな。あ、ダメか。やっぱ大事なところでちゃんと考えんとあかんわ。ここ大事よっていうところで、その一手でもうなんか何もかも決まるよな。受験みたいな、なんかタイミングがあるんよな。そこ適当な学校を受けてるから、もう将来グズグズになってるわけよ。よし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 。で、さくらんぼが落ちて下で接触して、メロンに。メロンになって、うわぁ、マジか。くっそー。音感爆弾。うわぁ、もう対空砲撃たれた。マジか。まあ、このゲーム、そのある程度やって分かったのは、もちろんその知識やテクニックやあるんですけど、結局は運だということがもう分かったんですよ。結構早い段階でね。リスク回避をなるべくして、その上で、あとは運を天に任せるゲームやということはもう結構すぐ分かったんよ。でも別にそれは悪いことじゃなくて、運要素がでかいからこそ流行ってるんやろうなと。これがさ、実際そのじゃあ上手な人が毎回3000点超えます、3500点とかいきますっていうゲームやったら多分おもろないんですよね。これがようできとる、ようで狙ったんかどうかは分からんけど、面白いところ。まあ、だから逆を言えば、おみくじなんですよ、このゲームはね。このゲームをやることによって、運勢がわかる。その日の。どうしとくか。こうなるな、軽いから。よしよしよし。まあまあ別に。一日の運勢を占うという意味で毎日ちょっとプレイするみたいなのはええかもしれん。ちょっと占うにしては1ゲーム長いけどな。大丈夫。左かな、左に大きいの作っていきたい感じか。いやー、どうしよう。ええんかい。転がらんか。いいですね。はいはいはい。はいはいはい。そっちね、弾かれてそっちとくっつくパターンな。お前と付き合うんかいっていうやつな。絶対ちゃうかったやんっていう。びっくりするよな。
お前はむしろ応援してくれてた側ちゃうんかい、お前と付き合うんかいのパターンな。はい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 。まあ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 、まあ、右で行こうと思ったり左で行こうと思ったり、なんか ややこしいなこれ。どうする、あれ。しかし、なんかグリングリンしてるな。でも上乗せちゃおう。なんとかなれ。よし。なる。どうしよう。ぶどうぶどう、はいはい。くっつけ。まあ、これ落としたらくっつくか。落としたらくっつく。よいしょ、おいー。ナイスシュート。はいはいはい。綺麗ですね。今日はここで終わっといてもいいかもしれん。これは綺麗ですよ。このメロンがもうそのだいぶ軽いから、ちょっとしたことでこう上にうのずやってもた。あー、もうほんまこの左右のループほんま勘弁してほしい。台無し。もう、ああ、上がってくる。そうそう、上がってくんのよ。これで押さえとくか。なんとかリカバーできてんのかな。上がってこんように。いやー、ブドウがね、もうちょっと右寄りに行ってくれて、壁際にイチゴ落とせるつもりやったんやけどな、これ。ここイチゴ落としたら右に転がりそうで嫌やな。この場合、右イチゴも。も邪魔や。下手にこの辺落とそうとしてコロコロコロってこっち行ってしまうよりは、もうここで2個落として1号にしといた方がいいかもな。余計なことならんように。でここでリンゴ作りたくはないやけど、おー動いてるね。大丈夫かな。うっとい。え、またじゃあもうなしにまでしといて。え、まだ柿来る。このままずっと柿だけ来りゃいいのに。よし、これでででんてんてんてん。よし、はい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 。こうしてくさびを打っておいて、柿
で、ここをくっつけたらあのブドウがややこしいから、ブドウを待ちたいね。でも、この辺に本館置いたら、このリンゴとかが右に行きそうではあるのよな。こうしとくか。まあ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 、まだまし。で、こうして。はいはいはい。で、こっちも落としてよくて。いいよ。で、また地殻変動が起こって。困るな。結局離れてるからな。真ん中か左かでもう大きいの育てにかかるか。ゴミ捨て場を、いやでも左の方がええんかな。ゴミ捨て場は右端にしとくか。で、いいよ。はい、いいですね。ほんでカキカキ、じゃあ書き換えちゃおう。本館本館、これは分けとくのありか。いや、分けとくのありなんか。分けてみるか。こうして、うわあ、書きめっちゃくる。はい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 、こうしてこれ書きできる。はい、よし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 、見えてるな、未来を見てるぞ。こう、はいはい、はい、よし、いちごいちごで、ぶどうぶどう、ぶどうぶどうもいって大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫だね。引きがいい。動いてる。大丈夫かな。ぶどう、あー怖い。いやー、これは次いちご、こっちや、こっちで、で、とりあえず下なし、下なしにせんと話にならんから。はい、うわー、ほんでこれ一本間逆やったらよかったのに、順番逆やったらよかったのにな。でもまあまあかなりいいのはいい。これはね、ちょっと待ってな。次柿やんか。でもここの柿合わせてリンゴ作っても、もしかしたらこっちとくっついてくれへんかもしれんねんな。確実に行くならこっちに柿を落とす。でもじゃあこのさくらんぼどこにやるかっていう話で、まあ、ここをモノモノにしたいんよな。あ、でもやっぱベストなのはここの、この柿を
リンゴにしてこっちのリンゴとくっつけるのがベストやわな。いけるか、いけるか、いけるとしよう。じゃあサクランボは左端で、これをなるべくギリギリで、ギリギリで柿に当てることにより、ほっ、いえ、おでもよかった、スイカできた、はーはー、結局よかった。これは落とした方がいいかな、どうしようかな、落とし、いや、え、どっちやこれ、いや、これはやめとこ、うん、このままでいいや。スイカきた、ほっ、このままあの下入ってくれるんじゃない、あの右の柿がさ、はい、できれば右側のやつと合わさってほしかったけどね。でもまだ下で桃ができるチャンスがあります。はい、いいぞ、これ相当いいぞ。オッケー、これはすごくいいぞ。スイカ吹っ飛んできたら怖いから、こうちょっとこうしといて、よし、ね、イチゴでしょ、イチゴか、どんどん合わせていくっていうのはなんか結構怖い気がするんよね。こっちかな、やっぱりな、うどきやがった。そうして、あー、え、そうなん、またぶどうくんの、ぶどうなら右で、はい、これにしちゃって、でこうしといて、はいはいはい、こういう時が来るんじゃないかと思ってたからね、はいはいはい、で、よし、いいよ、で、ほら素直にリンゴ、やば、うま、でもまだ2132点やねんな、こんなにうまいこと言ってんのに。このさくらんぼ、まあ、実質いちご、ね、この右はほんまなんか聖域にしたいな、左に転がってほしいね。あんまりこんなとこにいちご売りたくないんやけど、まあ、で、なし、あ、そっかそっか、ここやな、このリンゴの右に細かいやつが入ってしまったら、ここがなしになった時に下のなしとくっつくのを邪魔してしまうから、これでよくて、で、まあ、これでよく、あ、いや、大丈夫か、出るか、ぶどうはここにステイして、いちごがなんか来る、ま、いや、でもむしろそのいちごを利用して、オッケー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 、よし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 、さくらんぼ、このいちご早めになんとかしたいんやけど、どうしよっか、にしとくか、早めにもう投げといて、あー、やっ、いや、入るかな、いや、ここで、ここでね、柿投げて、リンゴにすれば多分、こいつはブドウになるんやけど、うわ、これかなり厳しい。ブドウポンカンになって、次ポンカンでしょ。でも結局ブドウがこの場所に残られたら嫌やね。だから、柿は、こっちの方にしときたいなという気持ちがあるんやけど、多分この柿、
が合成されるとこのサクランボがこっちに吹っ飛んでくるんですよ。そしたら余計めんどくさいんよな。だから柿はここに置いといて、次ポンカン合わしてこっちでリンゴができる。リンゴとブドウになる形がいいと思うねんな。これむずいな。左に行ってくれ。こ、いやもう行け。しゃあないしゃあないしゃあない。あ、オッケーオッケー。でこれでまあじゃあこれなしできるから。でこの隙間に。オッケーオッケー。でもう早めに育てて。オッケーオッケーオッケー。頑張ってるね。で。あのサクランボがもうまたこの隙間に入ってきたら嫌やから、まあ、でイチゴになるけど、本館で蓋しといて、本館ウォール作っといて、またサクランボがいらんことしてくる。ね、ここはね、はいはいはい。そしたら、これは、こっちで、リンゴを作ります。そしたらもうサクランボは下に落ちていきます。ません。いや、わからん。待て、ちょっと。リンゴになって軽くなったことによりサクランボはこの隙間から、このダストシュートから下に、落ちていくんじゃないかと私思っております。じゃあしばらく休憩。あー動かんのか。まあじゃあいいでしょう。そしたらこのサクランボはここで焦ってここにサクランボ落とそうとかやったらちょっと怖いよな。入っていってくれるんじゃないと思って入っていかずに泣くことになったパターン何回あるか。サクランボを右に しとこう。でよし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 、これで重さのバランスが変わってと。でもうこれはこうしといて、で、まあ、ほんまはここ柿は置きたいけどね。あ、しゃあない。柿は右に置こう。はい。んで、この右のサクランボって、もうサクランボのまま一生終えてもらった方がええ気がするんよな。下手に大きくなったら上でできた果物が下のパイナップルと合わさるときに邪魔になると思うねん。サクランボのままなら別にほっといたらいいんじゃないすかってなると思うんですよね。だからサクランボはまたしてもこの隙間から下に行ってもらう方向で一つ。なんかの投資に衝撃が来ればまた行くと思う。はい。オッケー。うん。サクランボなら別に大丈夫。ブドウぐらいになってもらうともうほんま邪魔になるからな。よし、いいぞ。めちゃくちゃいいぞ。はい。はい。で、同じように、こうします。お、右に転がらんのか。転がらんのか。サクランボはこうやな。で、お、オッケー。
右は柿が来たら置きたいね。こっちはほんまにパイナップルができた時に下のパイナップルと合わさる時邪魔になる恐れがあるものはもう右にほんまに置きたくない。あら、よし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 。ね、これは心配なのが左側でなしができてしまうんじゃないかということ。まあでもそれはそうなったらなったでもしゃあないか。はい、何もできないというパターン。困ったな。ここでなし作る。なし作った時にこのポンカン一個変なとこ入ってけえへんかが心配。頑張った。頑張ったね。なしめっちゃ頑張ってる。これもうこの上の左上の部分で桃の材料できてんのよな。ここで桃ができて右の桃と鵜桃と合わさって、で下のパインと合わさればもう素晴らしい未来になってるわけやねんけど、このさくらんぼの落とし方だけでもうそこまでいけるかもしれん。でもまあこのリンゴが右に来るかっつうと来なさそうやねん。一つ考えられるのはこの左端にさくらんぼを落とす。じゃあここの下のポンカンが右のポンカンと合わさって、で右下の柿と合わさって、で左の、リンゴと合わさって梨ができる。梨ができるけどこのポンカンが下に落ちて梨ポンカン梨になるっていうのがもうだるいわけですね。と考えますとここさくらんぼですね。はい、よし。こっからはもうわからんぞ。すでにベストスコア更新。こっからはどんだけ稼げるかってことよな。これまだ待ったらこの左下のブドウが実はくっつくかもしれへんね。これ右にサクランボでいい気がするんやけどな。ここでサクランボ落とせばズズズッとこのブドウが左に押されていくんじゃないか。もう動いてないか。じゃあ右にさくらんぼ行ってみますか。よし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 。ああでもまあメロンがギュッといったからいいか。右下のスペースがもったいないな。ただめちゃくちゃ綺麗な形やぞこれ。よし、うわ、そのこと考えられてなかった。そうか、合成した時に吹っ飛ぶんやな。これはあの下左下のチェリーをコツコツ育てていかなしゃあないんちゃうかと思うね。じゃあここ。よし。いいぞ。おお、運がいい。運がいい。で、いちごここやっといて、ぶどう、またぶどう。大丈夫か？なんか、もう左下の合体の
衝撃がその右上まで伝わって上行ったりせえへんかな。あの振り子のあれみたいに落とします。あー、この位置関係いい。怖っ。これね、まあでも最悪ポンカンが左に吹っ飛ぶのは別にいい。うん、よし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 。いや、おお、何、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、だあー、あー、いや、まあでもいいかも。右下に何にもないデッドスペースができてたけど、場所変わってなしと柿が入ったってことやもんな。これはいいよね、むしろ。じゃあここでセーブしたい。ここでセーブしたいな。ほんまここちょっと大事やから考えるで、長考するよ。こっからほんまその運やねんけど、いかにリスクを回避するかやねんな。ブドウ投げます。で次がイチゴですと。でまあイチゴもじゃあ投げときますと。で次またイチゴが来たら合わさってブドウになって、ブドウとポンカンも合わさってハッピーエンド、二人が幸せなキスをするっていう話になんねんけど、ブドウ投げてイチゴ投げてブドウ来たら困るよな。でもまあそうやな、かもしれないみたいなことを考えて、ブドウをここに逃がしておくっていう手はないな。ないな。これはこっちでいいや。で、ネクスト。うわ、ネクストが。まあでもそんなに悪くない。イチゴ、サクランボなら。イチゴもサクランボ投げとけば、サクランボがまた来たら一気に進行するから、大丈夫。来た。OK。はい。え、ここはもう入らんか、さすがに。さすがにもうスペース的に無理か。無理やな、これは。これならここでいいよね。よし、いいぞ。柿が来たら右端、まあ、左端に投げたら中に入っていってくれるんじゃないかっていう可能性あるはあるけどね。こちら、ポンカン、ブドウ、柿、秋、これも、いける、まだいける。これメロンが吹っ飛んでいきそうな気がするな。でもできればここイチゴイチゴで音感にしたい。イチゴイチゴでブドウを合わせてやりたいんやけど、でもこれこうイチゴ投げて次柿でしょ。この柿をここで合わせた時にメロンが上に吹っ飛ぶかもしれない。ちょっと待って、でも今動いてるか。イチゴをここに落としたらブドウがもう落ちていってくれるかな。まあ、もしくはここがリンゴになった時にブドウが落ちていってくれるかもしれんな。ブドウが落ちていくためにはメロンが上がっていかなあかんから、メロンが上がっていく邪魔をするようにイチゴを置くべきではないのではないか。というわけで、じゃあここにイチゴを投げて、それでもうスルッともブドウもイチゴも左下まで落ちていってくれたらもうそれで OK。 そんなにうまくはいかない。じゃあこれはなるべく右寄りでリンゴを作ります。ちょっと待って、ちょっと
ってこれ次次あー次これね、おっとそうなりますか。いやもうこのネクストのあのポンカンも同じように流し込んだ方がええかめっちゃ今悩んだんやけど、そこで焦ってサクランボ投げんのも怖かったんよな。待ってよかった。じゃあここはサクランボはここ投げて、よし、あれ入らへんのか。あそう、いきなり怖くなってきたね。じゃあまあこの左上はブドウとか本館とかが来た時の回避場所になるから、滝はここかな。あ動いてもった。これも上げといたら入っていかんか。イチゴやっぱ入っていくんちゃうって思った時大体入らんよな。でもここでポンカンを柿にすることによって軽くなるからメロンが上がってくるんじゃない。そしたらまた動きが出るかも。動きは出てるがどうや。イチゴ行くか。いかんか。回ってんな歯車や。もう社会の歯車になることを選んだんや、あのイチゴ。ね、これはね、じゃあブドウ作るかっつう話なんですけど、ここブドウを作らずに、こっちでリンゴ作ってなしにできたら、このイチゴ落ちるんですよ。で、落ちて下でブドウができてくれたら一番嬉しいよな。でもだからといって別んとこにイチゴを置いても結局土地がなくなるから、やっぱりまあブドウでいいか。ブドウ打ってそのそばに、ポンカン置いとけば、まあ、ブドウ来た時に結局柿できるし、とりあえずじゃあね、今考えてるのはこのポンカンをどこに置くか、まあなんやけど、こっちに置いといた場合ブドウを進化させることができればポンカンと合わさり、そして柿と合わさり、リンゴと合わさり、梨と合わさるんやけど、ここにポンカン置いといて柿が来た場合、柿を右端に落として右端でリンゴ作ると多分合わさらへんねんな。だからこのリスクを回避したいのであれば右端もしくはここやな。右端はでもちょっと不安やな。結局ここにズボってはまりそう。ここやな。でブドウを右に押し出しちゃうかもしれへん。まあでもしゃあないか。おっと、オッケー。サクランボね。サクランボは、左。で、イチゴがその、右。オッケー。秋来た。はい、はい。山のやつ落ちてって。安全点超えてる。よっしゃい。まあ、あとはもう、あとはここでどんだけ頑張るかか。いちご入っていってはくれへんよね。あ、でもこれで、リンゴになった時に多分、ブドウが下に落ちる。なるべく右寄りで。あ、チンか。むしろ上上がってもだ。まあでも、いちごいちごやから、もう本館にしちゃう。この隙間入ってくれそうでもう入りそうにないんやね。サクランボはここ。ここのコントロール俺絶妙やわ。
通してよし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 で、OK。 落ちちゃう。これはもう片付けに入らなあかんか。ここちょっと大技狙いどころやな。ブドウイチゴ。失敗した。じゃあせめてこの下のイチゴ、幸いまた次イチゴやったから、ここのイチゴと合わせたい。それをするためには直接落としてもいいし、このナッシーに当てて左に転がすのもいいよな。転がすか。おい、オーケー。よし、これもう終わるかも。ここでリンゴ作ってゲームオーバーにならへんかったらもっと遊べるんやけど、無理っぽいし、その終わり方寂しいからこっち行くか。あのイチゴ育てなかったけどな。ちょっと待って、このイチゴ下に落ちるかもしれんな。いけ、落ちろ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 落ちてくれ。イチゴほんま嫌い。この辺ポンカンでグッて押したら、グッて押したらワンチャンあるかもしれへんけどな。ノーちゃんやった時にな、首絞めることになるから。いやもうじゃあこのスペースでなし作って、このなしと合わせて桃作ります。桃作ったらさすがにこのイチゴ落ちるし、下でパイナップルができるから、それやな。リンゴをもう右にギュッとしときたいから、まずここ。ほんまはブドウにしたいね、ここ置くのはね。こっち行きます。よし、おお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 、ちょっと待って、これ先置いとかな。まあいいや、いけるぞ。ほい、よし、3267。いやー、これ嫌やな、これマジで嫌や。ここにリンゴ、あかんやろな、あかんやろな。でももうこれ置くとこない。ここにはできればパキ投げたくない。でももうどうしたってそこ行くよね。ここに乗るってことはないやろな。乗ったとしてもブドウ合わせた時に結局左に飛ぶから、しゃーないな。ここしかないもんな。しゃーない。これスイカがもう痙攣始めてるわ。いちごワンチャン滑り込まへん。ああ無理やろな。期待してない。これは期待してないです。お、ね、これね、これ次もポンカンやから、この右の柿が多分左に来おへんのよ、このままやったら。だからな、
こうしたらもしかしたら、でも次カキなんや。うわマジか。どうしよう。いやでもいいか、もしこの柿が右に来てくれたら、あリンゴになって右、左に来てくれたら、いや右端に投げたり。あー無理か。あじゃあでもよっしゃい、ここでさらに梨作れた。熱い。そして日本で一番うまいこの上にさくらんぼを、一番じゃなくなりました。これちょっと待ちます。ちょっと待って下に入った時に、いやマジか、合わさらんか。月、あ合わさらんじゃないわ、違うやん、異種族やん。じゃあそらそら無理やねんな。 OK、 こうしてで、これ先にイチゴ作ると、イチゴサクランボになるかもしれんから、まず右にサクランボを落とし、おう、よし、こうして、いやーもう大詰めよ。できてくれるか、できてくれるか、桃。よっしゃいよっしゃい、よし、でここまで来たらね、もう無理やと思うよな、これ以上を望むのは。もうどうせダメならここでイチゴ作ってもうフィニッシュにした方がいいんじゃないか。ここでジタバタして結局どうにもならずにゲームオーバーになるよりは、もうここでリンゴ作ってリンゴ分のポイントをもらってゲームオーバーの方が稼げんちゃうか。まあこれで、まあじゃあ右にじゃあ書き落として、まあ次イチゴでしょ。まあイチゴは適当にここ投げるとして、その次また書き来てくれたらええけど。いや、でも結構大丈夫やな。ぶどう、イチゴ、サクランボで揃うわけでしょ。で、こっち書きあるわけでしょ。ほとんど何が来ても対応できるな。まだ行くわ、じゃあ。はい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 。ぶどう合わせたらいいよね。合わせたらええんやけど、いちごをできればさくらんぼとの間にしたい。よし。で、ちょっと待ちます。ぶっ飛びで終わるかもしれんからな。これもう終わるんじゃない？これ終わるんじゃない？リンゴ作っといた方がよかったんじゃない？でも行きます。ああ、うわあ、やっぱ、まあ、これは結果論やけどな。結果論やけど、まあ、リンゴいっといた方がよかったか。いや、しかし、目標の3000点を大きく上回りました。目標はまあ3500ではないから。3000やったからね。よっしゃー。いやー、3000超えるまではちょっとこのゲームやめられへんなみたいな気持ちやったから。これはもう満足ですわ。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。これでね、
まだやろうとしたらもうダメ。そしたらあの初日の配信みたいに7時間とかかかるから、もうこれはもうここで終わるべきやわ。3487は相当やもん。いやー、よかったよかった。マジでもうこれ終わっときます。ありがとうございました。おもろい。よーし、3487点未満の、スコア、ハイスコアの配信者のとこ、片っ端から行ってマウント取ってこよう。はーい、ありがとうございました。お疲れ様でした。